他の進路の院です今こちらですねこのプラセボ学っていうのを読んでるんですけどもこれにですねこのプラセボのジレンマっていう話が出てくるんですよねこのプラセボのジレンマっていうのはなかなか共有回のはなかなか深いなっていう、えー、考え方なんでちょっとご紹介したいなというふうに思いましてこちらの動画に上げさせていただきました、えー、プラセボのジレンマっていうのはどういうものかっていうんですけれども ま,あまず普通に病院で治療を受ける患者っていうのはその人のために治療が施されるわけなんで、まあ、ワンノブワンなんですよね。ただ逆,逆にですね治験その治療のスタペの治療薬を開発するための研究に参加する患者っていうのはそのデータを取るための治療をするわけなんですね。 ですので、えー、処方される薬っていうのが実際その、えー、治療に役立つものなのかどうか、えー、それは実はそのプラセボかもしれないっていう、えー、場合があるわけなんですねですので,でその治験、えー、に参加すること自体が治療になるかどうかはからないっていう、えー、感覚で、えー、参加するわけなんです。だからこう集団の中のの中一人患者という 形になって、えー、やるということなんでこの、えー、2つの、えー、立場っていうのは全然、えー、違う立場になってくるわけなんですね。でどう違う立場ってどういう立場かっていうと、まあ、まずこの実際の治療を受ける、えー、患者っていうのは、えー、1, 人の1人の個人を体質にするということでこの論理のところに立ってそのこの論理のところに、えー、の立ち位置だとするとそのこの論理を、えー 個の,の,の倫理っていうのは生まれてくるわけなんですねでそのののそ人自体の人権とか、えー、そういうその人の自身を大事にする考え方なわけですよね。でそのまた逆にその治験に参加する患者の立ち位置っていうのは、えー、その人じゃなくてその人をのデータをまとめる集団っていう。 ものをより大切にするわけなんですねそれが集団の論理になってくるんですその集団論理をしっかりこう取りまとめるための倫理っていうのは、えー、考え方が生まれてきてそれっていうのは結局科学的に信頼できるデータを重視することによってそれがなされるということなんですよね。でじゃあ逆にですねう自然界は例えば動物とかっていうのは、えー、群れをなすところってありますよねアリとか。 えー、あとは蜂もそうですよねそれっていうのは、えー、子よりも集集団団を、えー、重視するそういういいが、えー、多々いますよ、ねまあそういうところばかりで、えー、集団よりも個を大事にするっていう、えー、動物の方が、えー、圧倒的にマイノリティなんじゃないかなというふうに思うんですけれども特に人間っていうのは、えー、集団よりもむしろ個人を大切にしようという考え方が えー、極めて強い動物なんじゃないかなということも言えるかなというふうに思いますまあ、例外はもちろんありますけどね、えー、個人の人権とかそういうものをないがしろにして集団の論理を押し付けていくっていうところも、えー、あるかなというふうには思いますけども、基本的にはこの集団よりも個人っていうのを大事にしていこうという考え方なんですよねで、これっていうのはまあえー、とプラセボこの治療のえー、薬を 開発するためのその例えばランダム化比較化試験とかいうふうなやりますけれどもそれやるときやっぱりこう無作為に、えー、集団を分けるわけですよね。でそっちの集団とこっちの集団で、えー、こっちは実際の治療薬こっちはプラセボってなってこっちはプラセボをですねもしかしたら、えー、自分は処方してるかもしれないとこの治験をやってる。えー 研究者の人はですね。でそ,うするそう考えるとその研究者っていうのは自分でやってることっていうのはちょっとなんか、えー、違和感感じますよね。これもしかしたらプラセボかもしれないってこう、ね、結構重い病気の人を、えー、この治験に参加させてた場合ですねこういう治験に参加させてることによって本,体本来の治療を受けさせないことになっちゃうんじゃないかなっていうふうなこの考えたりとかしちゃってですね まあこう両親の呵責っていうんですかねそういうのに苛まれる人もいるんじゃないかなというふうには思うんですけれどもまあそういうふうにもならないようなルール作りってのは今なされているようですけれどもでもやっぱりえちょっと違和感を感じる部分があるわけなんですねそこはやっぱりこのプラセボのジレンマということが言えるかなというふうに思います。でこれっていうのはやっぱりプラセボだけの話には限らなくて今の現代に生きる私たちの問題としてはかなりいろいろ 関係してくるんんじゃなないいかなというふうに思うんですよね例えば、えー、会社での、えー、パワハラとかよく言いますよねパワハラだけじゃなくてこうサービス残業の問題とかですねありますけれどもあれというのは結局、えー、個人のことよりも会社という集団っていうのを、えー、の論理とか倫理っていうのを優先させることによってこと、えー、が犠牲になってしまうことによって起こりうる、えー、問題の一つですよね。で他にも、えー 例えば喧嘩とかいうふうにありますけどもこの個の論理対個の論理で,え何ですか対立するんであれば喧嘩ですけれどもそれが一人対ですね集団になってしまうとそれはいじめになってくるわけですよね。だからえ集団の中にいる子としてですねその子を優先させて生きていくっていうのはなかなか大変なことなんだろうなということは えー、ここでも伺えるわけなんですよねであとはですね、えー、こちらの、えー、プラセボ学の中で書かれているので興味深い話があったのが、えー、この個人の人権には3種類あるということなんですよね一つはまあえー、今は生きている私たちの人権っていうのがありますだから私たちの人権のではそれなりに尊重されなきゃいけないよっていうのはあるんですけどもじゃあ亡くなった人の人権っではどうなんだろうということが言えますよね うね、亡くなった瞬間その人の、えー、亡くなった亡きがっていうのはもう物として考えていいのかっていうこともありますしまああの検体ってありますよね、えー、亡くなってしまった場合その、えー、遺体を、えー、解,解剖に回して、えー、後世の、えー、医療に役立ててもらうっていう考え方もありますけれどもそれだってやっぱり、えー、その人の 体っていうのはそういうふうに集団のために扱っていいものなのかどうかっていうところっていうのはすごく倫理的な問題として出てくるわけですしあとはその亡くなった親族ですよね親族の気持ちっていうのを考えるとえそのご遺体っていうのをそういうふうな形でまあ悪く言ってしまえばこうね利用していくわけなんですよね。そそういうういいいことについててののの肉親の人たちっていうのは えどう考えるべきなのかっていうのがやっぱり倫理的な問題になってきますしその個人もそうですよね亡くなった個人が、えー、実際に、えー、自分が亡くなったこの体をこの医療に役立ててほしいっていうふうに思ってる人はもちろんいるかなというふうに思うんですけれどもそ,れその意思っていうのがずっと変わらず持ち続けてるのかどうかっていうのももちろんありますよね。10年前はそう言ってた でも1年前はそう言ってるかどうか確認してないみたいなねなくなるですねなくなる10年前は、えー、ごいた健体、えー、にま私の体回してほしいという風うに思ってたけれども1年前とかそのは1ヶ月前はには確認してないわけですよねでそれっていうのは10年前の意思っていうのは今それにそういう形で、えー、それが有効であるという風に考えていいのかどうかっていうのも。 えー、なかなか難しい問題かなというふうに思います。でさらにはですね未来の人の人人権ですねこれから生まれてくるであろう次世代の人たちっていうのにもやっぱり、えー、人権が出てくるわけなんでその人たちのためのことを考えると今私たちの生きてるその生活とかですね、えー、これから将来どうしていくべきかっていうプランっていうのを 考えると今生きてる人たちがどうせ自分たちは死んじゃうからあとはどうなってもいいやとか例えばですね考えてしまうとこの未来の人たちの人権っていうのは犠牲にされててしまううリスクっていうのがあるわけなんですねだからそういうふうな意味で言うと本来考えるべき人権個人の人権っていうのは過去の人たちのことも考える必要がありますし未来の人たちのこともやっぱり考える必要がある。今生きててる人たちのことだけを考えて え生活するっていうのは、えー、これはちょっと違うんじゃないかなっていうところがですねこのプラセボ学の中に書かれていてですねあこれはなかなか深いなというふうに思った次第です。ほ、まあ、他にもですねまあ、えと過去の亡くなってしまった人の人権とかその人権の考え方っていうのもなかなかそれは、えー、と深い部分があるわけなんですね。まあ、例えば明治時代とか大正期の、えー 夏目漱石の心っていう小説がありましたけれども皆さん読んだことありますかね私結構あの小説はなかなか面白かったんですよねこう K っていうのと私っていうのとお嬢さんっていうのがあってその K と私の,の、えー、お嬢さんを見、えー、たいとのこのさ三三日格関係の話なんですけれども結局 K はお嬢さんのことが好きなんだけどこうお嬢さんのことが好きだっていう気持ちが えー、邪魔をして本来はお国,のことにお国のために自分は勉強したいけど勉強するにしても頭の中片隅にお嬢さんっていうのがいることによって自分の本来、えー、生きるべき道が生きられなくなってしまったってことで、えー、自ら命を絶ってしまうと。でそれ,にとそれに対して、えー、私っていうのはですねこのお嬢さんへの思いっていう方を優先させて自分の生きる道っていうのを どちらかというと、えー、二の次にしてしまったというところがあるわけなんですね。ですんで、えー、本来自分は K と同じような、えー、生き方をしなきゃいけないのに自分はそういう生き方ができなかったということで、えー、すごく敗北感を感じると。まあ、それをどうなったかっていうのは、まあ、その小説読んでいただきたいなというふうに思うんですけれども、えー、そういうふうな感じでですね、えー 当時の集団に対するこの考え方っていうのは随分今とは違ったんだろうなというのが言えるかなと思います。まあ、どっちが正しくてどっちが間違ってるとは言えないんですけれどもそういう歴史を踏まえて今現代の考え方っていうのはあるかなというふうに考えるとなななかなか難しいいい問題だなという,ふうに思います私はも,もうちょっと整理でき,るようできたらですねもうちょっとシンプルに皆さんにお伝えできればなというふうに思います。 ということでですね、今回はこのプラセボのジレンマについて、えー、お話しさせていただきました。プラセボのジレンマというふうに言いますけれども、結局これというのはプラセボだけに限ったことではなく、今生きる私たちの結構問題のジレンマではもあるということが、えー、こちらにですね、書かれておりますので、ぜひ、えー、興味のある方はですね、こちら私と一緒に読んでもらえたらなというふうに思います。よろしくお願いします。